どうも横浜ガスランの藤森です。今日は私ビギナー教室っていうね教室やってたんですけども、そこでも実際に出てきて改めて間違いやすい形だなと思うので、三三についてやっていきたいと思います。このかかって受けた後のこの三三ですね。この三三ね、実は実践でかなりの数出てくるんですけども、非常に間違いやすいポイントがいくつかありますので、そのあたりを、意識して見ていきたいと思います。はい、まず三三入られた時にこれは悩まなくていいです。1点目はほとんど毎回この形という形で、これ必ず分断してください。まずは、かかりがあって桂馬がありますよね。よく三三って広い方から押さえろなんて言うんですけども、それはあくまでもかかりとかこういう受けがない時ですね。このかかって受けがある場合は必ず1回は分断してください。こちらとこちらを黒は分断する、このように打ってしまうとやっぱスッと白につながられてしまって、これは黒が甘い形です。はい、なので必ず遮って、でその後白が跳ねてくるんで、ここでちょっと悩んでください。ここで何を悩むかというと、さらに分断をしていくのか、あるいはこちらから打ってもう白さんつながってもいいよっていう風にやるのかね。これも一つの形ですね。で2間開きぐらい打っておいて、これ非常に分かりやすい変化です。はい、ですけども例えばこちら側がね、何か黒がこんな風にいて、この石分断すれば黒模様が下辺に大きくなるななんていう時は、やはり続けて分断していきたいですね。はい、でこのように打ちまして、こうきますね。それから滑るのが白もいい手です。はい、そしてここでポイントですね。ここでも結構間違われてしまうケース多いので、ここで次にどう打つかっていうのも非常に大事なところなので考えてみてください。はい、ここで結構ねこれ打たれる方多いんですけども、こちらに出てしまうケース実はかなり多いです。先手だからということで1本とりあえず出てね、読みやすいのでついつい打ってしまうっていうことなんですが、この桂馬に突き出しっていうんですけど、この手は非常に実は悪い手で、白の隅をかなり生きやすくしてしまうんですね。なのでこれは打たないように注意してください。ここでも2択で、押さえるかこちらに沿うか、どちらかの手がいい手になります。でこれは局面によってなので、もう使い分けてもらうよりないんですけど、この場合ですと下辺に援軍もいっぱいでね強いんで、強く押さえていきたいですね。で白が出ようとして塞いで、で実はこの白がこの出を打ってないのでまだ生きてないんですね。これが例えば白はここで何かオーバーをねどっかポイといっちゃいますと、この白を取ることができます。はい、これは跳ねて引いたらもう一度跳ねます。跳ねて跳ねてどんどんスペースを狭めていくわけですね。で白が押さえてもどんどん狭めて、はい、これで急所が見やすくなりましたね。5個なのでこれ五目中手の形になります。でこちらは取りましても放り込んでおいて、これは欠け目の形ですよね。なので白を取ることができます。はい、でその他に白が例えばこんな風にちょっと急所っぽく打ってきましても、これもこちらに置きまして、遮っても張ってこのように打てば、やはりここで一眼ですね。で2つの石は取ってもやはり欠け目ということになりますので、白を取ることができます。はい、ということでこの白は、死んでしまいますので手を抜けないんですね。なので白はここにつなぐぐらい、はい、で黒もこんな風にねつないでおいて、傷を守っておきまして、一段落というとこですね。はい、なので、ここでまず分断をしていって、その後に押さえるという手が大事ですね。ただしこれは、こちらも先ほどねありますよって言ったんですけど、これじゃあどういう時かって言いますと、じゃあちょっと形変えてみますね。はい、例えばこんな形の時ですね。周りが要は白が多くてこの黒が弱いよっていう時は、このように押さえてさっきみたいになりますね。でここで注意が必要で、ここでさっきみたいに押さえてしまうと、これは出て押さえてここですぐね切ってきちゃうんですよ。はい、でさっきこの白は生きてないよって言ったんですが、はい、こんな風になると取って放り込んで生きてないよって言ったんですが、今はですね、切りが入っていますし、かつこちらもこちらも白ばっかりなので、例えばこんな形だと当たり打っといてもね、すぐに自分が取られてしまうわけです。はい、で取りに行く前に
何かですね、こんな風に逃げましても、これもやはりこう打って何かこちら打ったら、まあ、ツケぐらい打っておいても、この黒が非常に危ないですね。白取りたいんだけど、白はね手数は長いので取るまで、なので先にこちらの黒が攻め合いで取られちゃうよというようなことになります。なのでそんな時は押さえると切りが怖いですから、やはり連絡するのを重視するわけです。でここについては依然としてやっぱ連絡になってないですからね、まだ穴が開いてますので、なので連絡するときにこちらに打つ手が急所になります。はい、で白が這うぐらいですから、まあ、黒は膨らんでおいて、これで、まあ、真ん中の方にですね非常に、まあ、目もできそうですし、逃げることもできるので、はい、で次白が、まあ、跳ねる相場ですが、まあ、こんな風に打っておいても簡単に切ることができるよということですね。なので、このように白がたくさんいるときは今みたいな変化になります。で黒が、ちょっとまた戻しますね、こっちでしたね、黒がたくさんいるときは、まあ、あるいはいなくても、周りが、ね、黒も白も何もいなくてもこの図は使えるんですけども、特に白が多いよっていう時がこちらを押さえてこのように打っていく手が定石ということになります。はい、ということで、まあ、かかりからの三々、これも実戦においてはもう必ずって言ってもいいぐらいできますので、まあ、今の2つの使い分けと、まあ、変化ですねを覚えておいていただけると非常に使えるかなというふうに思います。はい、ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。毎日ねいろいろ役に立つ動画上げていきたいと思っておりますので、登録されてないよという方はぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。